一つの基準にしてここもここもそれぞれの同時期を歌ってあげる。皆さんこんにちは、黒田正和 YouTube 工業高校のお時間です。今日は同軸度同振動、同軸度同振動はデータムが必ず必要です。何を基準にして同軸同振を見るんですかっていうところでね、必要ですので、まず同軸度のマークは丸2つです。競馬の白く馬みたいですけど、本命はこうやって20万します企画交差ちょっとね、僕もねサブチャンネルでね、ちょっと自分の本当に言いたいことなんかこう やるサブチャンネル作って、まあ、今ねこれ競馬の話とかしちゃいましたけど、この間穴軸変えて、あ、なんか穴馬軸馬みたいだなって話したじゃないですか。なんかここに出てくるマークが結構競馬の専門誌にも出てくるマークとよく似てたりするんで、なんかこういうマークとかねなんかもう不思議だなって感じがするんですけど、まあひょっとして企画交差考えた人が競馬好きだったのかなっていうのもですけど、わかんないですよで、まあこう言ってこれ記号がね、丸マークが必要ですね、はい、まあ、ちょっと 0.1 にしますね、はい、でここに何入れましょうかね今日はね何でもいいですよ、まあ、後ろから順番で僕は W にします。 A は使わないですA は普通すぎるからね、はい、ABC じゃなくて後ろからいきます。こういった風に必ずデータムが必要です、はい、でデータムっていうのは何遍も言いますけど基準です。でどこの何、これはまああくまでね、その規格数値なので、はい、これ規格交差なので、これ交差なんですよね。例えばまあこういう2つの軸を持っているプラグ状のものがありましたよと、こんな感じでね、ここの寸法が π10 ですよと、で幾何交差こういう感じになるんですね。でここも矢印がいりますけどね、はい、で W はどこですかって言った時に、ここが π20 なんで、ここが W ですよと、そうするとこの基準20の軸心ですよね、軸心中心に対して10の同軸の度合いはどうですかっていうのが幾何交差なんで、必ずこのデータム基準、はいっていうのが必要になりますよと。でこのねデータの記号は三角を使いますよと。でこの寸法線の延長線上に書いてもらう、まあ、寸法補助線上に書いて、かつ20を言いたいので寸法線上に延長線上に W を書くということになります。そうするとこれが基準になり、ここの幾何交差を出すことになるわけですね。でまあおさらいも兼ねちゃうので、このコンマ1ね、コンマ1っていうのはどこですかと、あ、ね、コンマ1ずれててもいいんですかっていう話になるんじゃないですか、もうこれ対象度とかも一緒ですけど、もう全てこれ範囲を言ってるので、範囲どんだけずれてもいいですよっていう意味じゃなくて、遠回しで言うと同じ意味なんですけど、 0.1 の直径の範囲内でずれてても OK ですよっていう意味です。だからずれてる量が 0.1 でいいわけじゃないんですよ、はい、これちょっと分かりにくいんですよね。これがね、ここの20の軸心があるとしますよね。で20の軸心に直径 0.1、 直径 0.1 はまあちょこっとですけど、ちょっともうちょっと拡大させて書かさせてもらいますけど、 0.1 の理想の円筒状の架空のラインを延長で書きますね、はい、この中に10の軸心が入ってれば OK です。ギリギリでもね、これギリギリちょっと端っこの方に入ってましたよと。ですのでこれは合格です。合格ですけども、えらくちょっとギリギリに入ってましたよと。これ直径が 0.1 じゃないですか、これ 0.1 直径がね、これの、はい、これの直径が 0.1 です。でギリギリなので、まあこれまあギリギリ 0.1 に入ってるって感覚にしましょうか、はい、つまりずれてる量は100分の5ですよね。中心から考えたら100分の5のところがコンマ1になるので、軸心のずれ量は100分の5しかずれてないよと。でここに書く実測値は100分の5って書くんじゃなくて、 0.1 の範囲内で入ってましたっていう実測値を書く必要があるので、ずれてる量は100分の5でも実測値は 0.1 になります。まあ、これもね幾何交差編の黒田正和 YouTube 工業高校で、はい、ぜひ、見てください。同軸度のね、はい、この数字の実測値の出し方、はい、測定した人が出す実測値はずれた量の2倍にしないといけません。ただまあ3次元測定器、CN 測定器などで測ると勝手にちゃんと出てきてくれますこっちで
ね、いちいち考えなくてこっちで出てきてくれますんで、だからこそ本当は出てきてくれちゃうからしっかりしておかないと、はい、勝手に出てくるやつだからいいと思いますっていう風になっちゃうんですよ、測定者がね。ちゃんとこの内容測定者の人たちは知ってその便利な機械を使っていただきたい、ね、知らずに出てくるから混んでいいんじゃないですかみたいなことはダメです。まあ機械故障しないとは思うんですけどね。なんかちょっとへそ曲げて100分の5って実測中出たらそれ機械壊れてますからね。まあまあありえないですけど、まあこんな形であるんですが、もう一個ね、この W のデータム、今日データム編なんで、データムのちょっとバリエーションを上げてみますけども、同じく同軸度、同じくコンマ1で、データムが W だけじゃなくて V の、そこちょうど区切り目ですよね。 VUUV ですか。UV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  ですね。UV ってなかなかいいですね。ちゃんと V とね U はしっかり書かなかったですね。わかりにくいね。とんがってるのと丸いのね、うんうん。とんがったやつと丸いやつみたいな感じですけど、はい、こういうふうにダッシュでつなげるやつ。あ、出たダッシュ。はい、ダッシュ。で、こういうやつって何ですかっていう話ですけど、ちょっとこれ立体的に書きませんけど、はい、面取りね、書いちゃおう。こんな感じ、まあ単純な形にはしますけど、はい、こういった円筒のものでね、ありますね、はい、まあこっちに π10 で、これがこれ上に書いても下に出してもどっちでもいいですよ、決まりないんで、はい、U、 こっちが U ですよと、はい、でこっちにパイ10、まあこっち下に出しようかなと、はい、まあ、別にどっちでもいいんで、 V ってね、こういうふうに2つの軸を持って基準データムとするっていう場合もあります、はい、これここの軸 U の軸心、はい、V の軸心絶対一緒ですかっていう話ですよ。あ、ね、これ一緒じゃないかもしれないじゃないですか、これ。あ、同じ軸心線上にあれば絶対これいいですよ、はいはい、ないかもしれないですよね。そうですね、ないと測定者は困りませんか、まあ、作る人も困りますしね。だから間違ってはいないけど非常に辛いですよと。辛いですね、作る人も測る人もまだコンマ1だから、はい、数字的にまだラフだから、まあ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 みたいな感じで、もう1000分台の無視しちゃえと、そんなような感じで、じゃあ大体まっすぐじゃんって、これでもうここでもうデータムとしましょう、はい、っていうところで、でまああとでここを、ここまだ書き忘れてましたけど、はい、ここの直径ね、ああ π20、 ここの同軸を出すのに、はい、まあ無理やり実測値は出せます、作るのもできますよね。ただ僕らゲージ屋みたいに1000分の1ミリもうその下のオーダーまで求めてる時があるので、測定で慣れてる人が100分の1なんかずれてると、うわーもうどう軸が取れない、どう基準にしたらいいか分からないってなっちゃうんですね、これね。はい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 、分かります。どうしたらいいかっていうと、もう基本的に一つの基準にして、はい、ここもここもここ基準でそれぞれの同軸を歌ってあげる。あ、かつ数字を同じ数字使っちゃうと粗悪なものになっちゃうので、ここを基準にしたらこことここの幾何交差は数字をもっと厳しい数字にしてあげれば製品品質は保持できると。ですね、ここを U として、あのここここの同軸度を U 基準ね、はい、で100分の5、あ、厳しくする、厳しくしとく、うん、でもうここの V も、もう V じゃなくなって、はい、こんな感じで同じように U の同軸度100分の5、はい、厳しくしてあげる、もう2つに分けてあげるっていうふうなことをすると、まあ同等な感覚になります。でも絶対同等とは言いません。なんでかというと基準にするところが短くなるんで、より厳しいことを言ってることになるんですね。はいはいはい、うん、特にこの離れてるところがね厳しくなりますんで、でもまあ、でも測定はしやすいです。これは一軸はちゃんとあるわけなんで、この U の中心軸っていうのは探すことができるので、それに対して20の同軸度、
10の同軸度っていうのは実測値が出ますからね。でこうやって設計してあげると加工者も測定者もスッと進んでいきます。あただこっちでやってこっちを V にしとくとムムムってなるんですね。でも間違ってるわけじゃない、ね、何遍も言いますけど、はい、もうどの動画の時も言ってると思うんですけど、はい、あくまで幾何交差は作りやすい測りやすいために考えるんじゃないですよと。あくまでもこの部品はどういう目的で作られてどういう幾何交差がないとまずいのか、そういう制度保障が必要なのかっていうところを考えてこの使用目的で作らないといけませんので、それが第一です。であと第二として作りやすさ測りやすさを考えてあげて少しミックスして考えてあげるとこんな感じになるかなと。大事なのはまあそのね何に使うのか、その目的として必要な幾何交差を考えてあげる。でそれがあまりにもちょっと作れないなっていう場合は少しアレンジしてあげて必要さ、まあ、最低限にね妥協してあげる。なるほど。でこういった数字をなんとか厳しくしてあげながら、まあ、ちゃんと使えるものに仕上げるっていうところも大事なんですね。大事ですね、はい、まあそんな感じでね、WUVでちょっとお話しさせてもらいましたけど、データムはこういった感じでダッシュでつないでみたり、単独でつないでみたり、から同軸度は必ずデータムが必要ですよっていうお話です。まあ結構商法的な話ではあるんですけどね、ぜひ参考にしていただければいいかなと思います。ということで今回も最後まで見てくれて本当にありがとうございました。少しだけお知らせをさせてください。私たちクリタテクノでは今絶賛一緒に働く仲間を大募集しています。ぜひコーポレートサイトを見てください。動画の中で紹介した黒田正和の YouTube 工業高校企画講座編今大好評です。学習の方からプロの設計者まで多くの方にご覧いただいています。ぜひ再生リストを見てください。もしこの動画を見て良かったなと思ってくれた方は高評価コメントをぜひお願いします。もしくは Twitter などシェアしてくれると嬉しいです。皆さんの応援が本当に励みになっています。ではこれからも役立つ動画を上げていきますのでよろしくお願いします。次の動画でお会いしましょう。